とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、カカロットやっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。カカロットがアップデートされまして、なんと、カードバトルができるようになったんですよ。カードバトルって、まさかのやつが来たね。で、何回かしたんだけども、負けてしまう。どうしても。なぜかって、カードが初期のカードしか持ってないから。敵のカード強いんですよ。やっぱガチャ引いてるから強いね。どうしてもやっぱね、ガードのカードが欲しいんですよ。ガードが。ガードがないんで、どうしても負けてしまうので、今日はガチャを引いて、デッキを強化させたいと思います。はい。では、ガチャってみよう。まだね、一回もやってないんで、何回かいけますね。パックチケットが一つと、普通のカードチケットか、が108枚。いいね。いいね。100枚いけるね。で、そして、プレミアムのチケットが2つ。だね。ちょっと、ガチャってみましょう。ガードが欲しいな。ガード。うん。あと、ランクの低いやつで攻撃力が高いのも、もう欲しい。ビーデルとかめちゃくちゃ良かったんだよな。はい。じゃあまず、とりあえずこれ行こうか。パックチケットで。行きまーす。どんな感じのガチャだ？こういう感じなのね。10円を入れた手でね、回すんですね。おっと！出てきたよ。はい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 。なんかこのボディチェンジ気になるね。ボディチェンジ気になる。な、このイベントカードっていうのは結構嬉しいな。はい。あ、8枚か。お、なんかいいの出た。ベジータ。ビッグバンアタックだね。1万5000。これはなかなかいいんじゃないの？でも8か。コスト8はなかなかきついな。お、星3出た。星3。まあ、なんか、能力があるのかな？能力なしかい。うん、でもまあ攻撃力9000でコスト4なんで悪くないのか。お、またレアが出た。これは自分フィールドのキャラクター一体にターン終了時まで。お、攻撃力1万。悪くない。あ、でもコスト6はきついな。おー、来た！星4。でもそんな強くねえぞ。特殊能力があるんだろうな。自分フィールドの通常キャラクターであるすべての悟空、ベジータ、トランクス、ゴハンを手札に戻す。あー、まあ、使いようはありそうだな。あー、でもカードかっこいい。お、続いてはキラはこれですね。8000か。特殊能力が、自分フィールドの通常キャラの19号、20号を手札に戻すか。まあ、HP が高めのやつが確かいたと思うので、使えるかな？100連であんまり、なんだろう、キラキラなやつは出なかったな。でもまあ、うん、1個星4が出たからいいか。当たる確率 1% なので、まあこんなもんじゃないですか？では、プレミアパック行ってみましょう。2つ引けるね。2つ行きましょう。パックだから8枚入りね。いきます。どんなのが来るかな？スキップ。え、微妙じゃない？微妙じゃない？ボディチェンジとか持ってるし。いや、外れだわ。外れ外れ。もう一回行こう。では、ラスト。なんか来てくれ。これ確定演出とかないのか？ないよね。さあ、ラスト8枚。微妙じゃない？微妙じゃない？え、この、星3のトランクスなんだ、これ。あ、フィールドキャラクター1体は戦闘不動。まあ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 。使えるね。使える使える。はい。まあ、とりあえず全部引き終わりましたので、ちょっと構成に、映ってみましょう。では一応できたので、カジュアルバトルをやってみようか。
では、まあ、行きましょう。ここら辺はいらない。まあまあ、これで行きましょう。1来て。1ないんかい!1 ないんかい !1 ない。まあ、0でか、ガードしていいか。ガードしときますか。いや、持ってた方がいいんだよね。1枚ぐらいは多分。全然ダメだ。ターン終了です。そのまま行きます。ガードはなんか後に取っといたらいい気がするんですけどね。はい、向こうは何やろ。これ当たった。これいいよね。うん、これはなかなか強いと思う。あー、なんか来た。おいおいおい、これもういいやつなんだけど、いいやつなんだけど、ダメだ。うわぁ。もういいよ。ちょっと待っとこう。待っときましょう。コスト高いやつってあんまり入れてない気がするんだけどな。うん。123結構多めに入れてるんですけどね。なぜか出てくれない。うん。あのベジータ HP 高えな。はいはいはい。お、減るね。はい、何が来る？あ、ビーデル来たけど、ここで出してもさ、ここで出してもっていうところなんだな。でもなんか出していかないと、ダメなんだよね。ここと、あ、もう全部出せ。うん。もうデンデまで出そう。レンデまで出しちゃいましょう。はい。はい、これでターン終了だ。とりあえず盤にね、カードないとどうしようもないしな。いやー。これ最後はね、これでコンボ決めたいやつがあるんだけどね。どうしようかな。はいはいはい。どう来る？ビーデルもまあ潰されるわな。もちろんね。で、デンデも潰されっか。あ、違う。直できた。うん。なるほど。お、9位。行く気はないね。いや、待て、待て。7000ダメージか。ベジータ潰しとくか。ベジータ潰し、いや、待て待て待て、キュイだって、キュイ。キュイだ。うん。キュイ出して、まあ、ベジータにダメージ与えとこうか。いや、5点だったかな。難しい。難しい。次が5か。あー、セルでいけるね。あ、スペシャルか。通常キャラクターじゃないとあれ潰せないですよね。まあ、キュイ潰されます。セル出しますか次。お、これはでも通常キャラクターだけだもんね、戻せるのが。どうしよう。あ、いや、これでさ、潰しとこう。と、で、2か。まあ、まあいいや。どんどん溜まっていくな。まあ、あとあと、ちょっとガシッと、コンボで決めちゃおう。最初は耐える。最初は耐えまくって、コンボで一気に決めよう。うん。これで1万プラスされる。え？貯めたね。あなた貯めましたな。そうね。ならば、ビーデル出します。で、5か。ここでセル出すか？
ちょっと取っといた方がいいような気がするんですよね。待つ。はい、待ちます。14溜まった。速攻でやりたいね。最後は速攻行きたい。どう来る？まあまあまあ、そろそろ7なのでコストが高いやつをバンと出してくるよね。で10、お、9位か。5点はビーデル潰してくるか。うん、そろそろセルの出番かな。あっちもため出したな。じゃあ行きましょうか。セル行きます。はい、君が私のウォーミングアップを手伝って、まあこんなもんかな。はい、16、おー、またセル来た。ナイスナイスナイス。おっと、潰しに来たか。でも次でまたセルが一匹出るから、コスト4以下だったらいいね。オッケー、ベジータだったらいいね。とポポ、えらいコスト低いやつばっかり入れてるな。さあ何が来る。ナイス、いいよ。はい、ガード、そしてセル、ベジータやります。いいよ。そろそろなんかいいやつ来て、いいカード来て、攻撃力高いやつなんか来てくれ。うん、スペシャル呼び出すやつとかでいいから、それが来てくれればもう一発で終わる。ほう、それ来る。で9位で、ポポは直、あ、直はできないか。攻撃してくる、一旦取っとくか。あ、してくるね。はい、何が来た。自身に速攻、速攻がいける。あ、いけたいけた、勝った勝った勝った、多分勝った。使います。はい、で自身に速攻効果を与える。うん、速攻効果を与えます。この僕に反逆するって。でまずセルで攻撃で、ご飯で攻撃で、もう退場してもらいましょうか。はい、退場を、まあ、これしなくてよかったんだけどねこれはしなくてよかったんだけど、もう最後だから全部使っちゃいましょう。はい、でこれで攻撃力アップ。はい、で速攻で攻撃、あ、できないの。あ、できないんだ。まあいいか。なんだ、直でリーダーに攻撃できるかと思いきやできなかった。いや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 、これはミスだね。これはミスだわこれはミスったな。うん、これは負けたわ。うん、最後はもうやりたい放題やってくるだろうから。はい、あ、でもガードカードなければいけるんじゃない。
おい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 、はいはいはい。え、直で攻撃いけるでしょ確か。ガードがないとそのまま攻撃通るよね。はい。ははビエレル。ここでまさかのビエレル。よし。あ、やっぱ直でいけるじゃん。はい。では、おしまいです。あ、まあ、ギリギリの感じだったね。はい。ということで、今日はですね、新しく追加されましたカードバトル、やってみました。なかなか難しいけども、頭使って面白いよ。面白い。うん。でも、まだ持ってないカードも多いので、まあ、それも狙いつつ、はい、ぼちぼちやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、ご視聴、ありがとうございました。そいや！